先輩？なんで？もう、かっこいいことしちゃって。ああ。探してくれてたんだよね。ありがとう。すみません。勝手なことを。私ね、帰らなきゃいけないって思ってた。私のせいで、みんなに迷惑がかかるから。でも、帰りたくなかった。谷川さんが気づかせてくれたの。帰りたくない理由は、あの場所に行きたいからだけじゃなくて、そうじゃなくて。あの。宇宙人でいいですか？は？え？私なんかでいいですか？はい。告白してもいいですか？ダメ。え？俺からします。好きです。ずっと好きでした。ずっと好きでした。きっと初めて会った時から。私はわからなかった。でも好きになってた。あの、なんつうか俺初めてだったから、その私は4回目よ。え？1回目はダムで、2回目は玄関で倒れた時、3回目は救助ポットに襲われた時。全部俺？私の中の治療用ナノマシンをカイト君に送り込むために。うまく合致してくれてよかった。嘘だろ。全然ロマンチックじゃない。それからまだあるんですか？これで5回目。アイラ、どうしたの？司に大事なお話があるので。え、今ここで？わかった。私は司に告白された時、もうこれ以上思い出を作ったらいけないって思った。引き裂かれるのが決まってるんだから、別れが辛くなるだけなんだから、傷つくのは残された司の方なんだから、何よりも司のために。私は司から離れるべきなんだって決めたの。してみたの。将来司はどんな風に私のことを思い出すだろうって。きっと冷たくて寂しくて悲しい、そんな私だけ。いい思い出なんて一つも残ってない気がする。ああ、どうやらそうらしいな。何？お見舞い？そんなところだ。ご家族の方は？いないよ。一人暮らしだから。お邪魔します。引っ越したてじゃないよな。入学当時から住んでるよ。
どうして一人で来たの？俺に何されても良くなっちゃった？やっぱり熱出てるじゃねえか！無理に早く退院したって本当だったんだな！とにかくお前寝てろ！タオルとか氷とか適当に借りる！いいよ、俺が。お前は寝てろ！相沢、本当に。いいから寝てくれ、アホ薄い！頼むから、ちゃんと直してくれ。家族に連絡とかしてないのか？必要ないし。なんで無理に退院したんだよ。病院って暇だから。ちゃんと何か食べてんのか？煮込まれすぎて米がただの白いスープになってる。会場って料理が下手なんだよ。悪いか。嫌なら食うなよ。私が全部食うから。食べるよ。でも右手持ちにくいから食べさせて。ちなみに俺猫舌だから。感動した。こんなにも素材の味を殺しきれる料理法があったなんて。うるさい、黙って食え。なんだ、こんだけ食えりゃ心配ないな。残せるわけないだろ、鮎沢の初の手料理。あ、汗かいたから着替えた方がいいな。って、その手じゃボタン外すの辛いか。ガン飛ばしてくる不良のようだ。うるさい、窓の外でも見たろ。はいはい。またこいつに借りができた。憎まれ口叩いたりセクハラしたり、ふざけたやつだと思わせるのに、いざって時は私を助けに来る。なのに私は何も。ごめんな。私はお前に頼りきりなような気がする。今までの分も借りを返したいと思って来たのに全然ダメだ。結局この程度のことしかできない。不甲斐ないな、私は。まったくずるいよね、相沢は。何が？俺も結構相沢のこと頼ってる。嘘つけ。嘘じゃない。俺には相沢くらいがちょうどいい。ちょうどいいってお前何様のつもりだ、アホ薄いのくせして。なんだこれ。くそ、ムカつく。だからそれずるいよ会長。何がだよ。どうなっても知らない。だから何がだよ。それがお父さん、つまり港との初めての出会いだった。今日からこのアカデミーに転入してきた渦巻クシナだってばね。私はこの里の女性で初めてのほかげになってやる。僕も里のみんなに認められる立派なほかげになりたい。敵の足取りを残すため、この赤い紙を切って道に落としていった。敵に気づかれないように。怪我はない。君を助けに来た。綺麗な髪だからすぐに気づいた。君を失いたくなかった。よそ者でも？なんで？君は木の葉の里にいるんだから、木の葉の里の仲間じゃないか。
それ以来自分の髪を好きになった。そしてミナトを大好きになった。毎日油を刺すこと。ああ。ネジの緩みもチェックすること。うん。お風呂上がりに水分拭き取ること。おう。ちょっと聞いてるの？うん。もう。あ、来た来た。ほんともう、そんなんじゃすぐまた壊して戻ってくる羽目になるわよ。へいへい、わかってます。整備が必要な時はちゃんと予約の電話入れてね。ああ。予約。何？ウィンリー。何よ、はっきり言いなさいよ。等価交換だ。え？俺の人生半分やるから、お前の人生半分くれ。もう錬金術師ってどうしてそうなの？等価交換の法則とかでバッカじゃないの？何だと？ほんとバカね。半分どころか全部あげるわよ。あ、で、やっぱり全部はなし。9割、いや8割かな。7じゃないな。じゃあ 8.5？そうや、そのくらいならあげてもいいわよ。何よ。エド。ああ、わりわり。エド。お前やっぱすげえわ。等価交換の法則なんざ簡単にひっくり返しやがれ。何よそれ、バカにしてんの？ちげえよ。元気もらった、ありがとな。行ってくる。うん、行ってらっしゃい。